皆さんこんにちは、こんばんは。ピアニストの佐田翔一です。コンクール Vlog 2ということで、今日は地区予選3日前です。昨日の4日前の続きっていうことになりますね。見ていない方はぜひ4日前の動画もチェックしてみてください。今日まずやることは、まず通し練習ですね。で、通し練習で気をつけなきゃいけないのは、昨日をやったちょっとバロックっぽい弾き方に切り替えるっていうことと、あと重心が上がらないように気をつけて通したいなと思います。じゃあまず朝一発目の通し練習から、はい、じゃあ録音をしていきます。でもちょっと昨日よりは楽しく弾けたような気がしますね。まあ、緊張しつつも楽しく弾けるように、やっぱ重心落として頭の中整理して弾けたらいいなって思うんですけど、なかなかその状態に入るのが緊張してると難しいなって思います。はい、ということで通し練習したので、これからその録音を聞いてまたちょっといろいろと考えてみたいなと思います。じゃあちょっと録音聞きます。はい、ということで録音が聞き終わって、割とちゃんとバロックっぽく少しはなったかなと思うんですけど、今度それが逆に荒々しい方向に行ってしまうっていうのがあるので、そこはやっぱりちょっとお上品な感じにしたいと思うので、そこ修正点かなっていう感じですかね。今日はコンクール近くなってきてるっていうのもあって、あんまり早い練習ばっかりするのも良くないので、ゆっくりのテンポでなるべく理想の音楽で弾いていくっていう、集中して弾くっていう練習をしようかと思います。それだけじゃなくて、この後いろんな練習多分するんですけど、メインとしてはゆっくり音楽的に弾く練習っていうのをしようかなと思います。見てくれてありがとうございました。それではあと3日頑張りたいと思います。じゃねー。そうそう、昨日の夜コンクールの参加表みたいなやつが届いたので、ちょっとそれ開けてみたいと思います。
参加表、演奏番号を見て、演奏時間は多分夜の7時くらいですかね。8月28日です。土曜日夜7時頃の演奏ですね。夜苦手なんですよね、僕は。夜までずっと緊張してなきゃいけないので、割と早い時間の本番の方が気が楽なんですけど、夜までドキドキしなきゃいけないってことですね。っていうことは、それも踏まえて夜の7時ぐらいに通すっていう練習もできたらいいなと今後思います。結果発表はどうなってるんだろう。結果発表は、いつもだったらきっとその場で張り出しとかなんですけど、演奏終わった後に張り出しとかなんですけど、今コロナなので密を避けるために後日郵送で通過証明書か不通過通知書が郵送されるそうです。面白いですね。それもまた開けるのめちゃくちゃドキドキするけど、それも動画にできたらいいなと思いますので、お楽しみにしててください。じゃあねー。